ラプラスはね、ネネチと同じ感じなのね。書いとこう。マジ友って感じ。ノリがやっぱ近いからね、これもまた話すことがない。気軽にご飯行こうみたいな感じなんだよ。私ホロメンと絡んでるけど、裏で絡んでるから、なんか別に思ってて報告もしないみたいな多いかも。だってさ、普通にホロメンと旅行行っても言わないもん、祭り。言えよって思うかもしれないけど、ホロメンと旅行行っても言わない。全然2泊3日とかしても言わない。裏のガチの普通に友達として仲良くしちゃってんだよね、もはやリア友なので、表で話すようなことはない。だから不仲説出るのかもよ。そういうこと？なんか別にわざわざ言わなくていいかなみたいな。同じ事務所の仲間っていうか友達みたいな。急になんか今から会おうみたいな。待って、ココイチ行ってお酒飲んで解散みたいな。なんかそういうのとかをやったりするよ。でその時に他のとある仲いいホロメンに電話かけて、今から行けるって二人で電話かけたら、さすがに寝るわって言われて、オッケーじゃあねーって言って、その後二人で動画撮って、また今度一緒に遊ぼうねーみたいな動画を送りつけるみたいなとかをやるような、やるような仲だから。いや本当にそんなわざわざ配信で言うことじゃないじゃん。あ、そうだ、服そろそろ返して。パジャマだ、パジャマ。祭りも服返す。これ LINE でやれよ。いつから貸してたの？え？冬だから2月とか。待って、もうすぐ半年経つわ。ルイネーはね、マジでご飯行こう、ご飯行こうって言ってるのに言ってないホロメンナンバーワンだからね。マジそろそろ、さすがに、ご飯行って、祭りの失敗談でも聞いてください。ルイネーは、唯一、祭りのママと認めてくれるので信頼してます、ママ。オッケーオッケーオッケー。あー来よー。マジ来よー、かわいいよなー。グッズもっと出ないかなー。助手くんの財布を空にしてください。新章めっちゃ、いやもう新章めっちゃ可愛かった。坂又の影響で一回パチスロしたよ。5万負けてからやってないので、コツを教えてね。ちょ、坂本に教えてほしい。悪影響やん、坂本は悪影響かもしんない。初めてで5万、ある意味ハマんなくてよかったのかもしれないですけどね。はーい。マジでボロボロに負けて悲しかった。てってけてっ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 て。記念で一緒に歌わせていただきましたけども、黒い羊また一緒に歌いたいなんて。今度は2人で歌いたいね、黒い羊。でも祭りね、祭りが選ぶよ、選ぶ雰囲気のさ曲じゃないじゃん、ああいうのって。あんまりなんかかっこいい、なんかダークかっこいいみたいなの選ばないから新鮮だった。風間
体力強強だから一緒にやるとモチベめちゃ上がって助かる。風間と一緒にね、なんかそういう体力系っていうかさ、ダンスとかやるとさ、なんかよしやるぞってなれるからいい。なんかこう高めてくれる、こちらを高めてくれる後輩ってめっちゃ良くないですか。ダイエット中でも食べれるスイーツ作ってくだち。オッケー、いいですね。